こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりました。今日はね、今すごく人気のですね、当社でももう1番か2番かいうぐらい人気なんですけれども、ダブル水素ボトルっていうのをご紹介しますね。これはもう皆さん、ロハス村、TV でも言ってますし、Facebook でも、しょっちゅうね、登場してる、僕の愛用品でございます。ただ、愛用品なんですけれども、今日は、このカニューラ、こういった管みたいなのありますよね。よくこれを鼻に刺して、こういう風な形でやって車に、運転したりですね、これをしながら、動画に出たりっていうようなことで、まあちょっと、酸素ボンベを、こう引いてる患者さんとね、よく間違われるんですけれども、そうではなくって、この水素を、これボタンね、こういう形で、2回押したら、わかりますか？出てるでしょ？これで、鼻で、息を吸います。ね。こういう形で。で、ちょっと、たくさん吸いたいというか、ちょっと鼻をつまんで。あまり吸い込みすぎると、カニューラのこのホースのとこまで来ますんで、気をつけてください。こういうふうに、たっぷりとですね、水素を吸うことができます。ただ、今日お話したいのはですね、このカニューラ、これもですね、月日とともに、塩化ビニールかななんかでできてて、特殊なもんなんです。ただ単に、こういったものが、水素を通して鼻にこう入れるわけじゃなくって、やっぱり水素っていうのは一番小さな、元素記号でもありますような形で、どんどんとね、このホースの中から、カニューラの方からも出ていくわけなんですよ。だから、もう、水素が出ない、特殊に作られたカニューラなんですね。ですから、そういう意味では、市販の何でもいいものを買って、これに代用しとるということでは、効果が半減、またはもう全然ないというような状態になりますので、どうぞこの水素用の、ダブル水素用のカニューラをお買い求めください。それと、あと、このカニューラ、やっぱりね、年月ともに硬くなってきます。ですから私もこれ、もう半年以上使ってるんですけれども、もうこんな形で、もうね、めっちゃ硬いでしょ。もうこれ。なんかこう、全然弾力性がなくなってきてるんですよね。ですから、今日、こちらの方、新品をですね、開けたいと思います。これ新品はですね、1000円の消費税ですから、1100円で、ご購入することができます。で、これを切ってですね、こう切ってる時に、ハサミでホースを切らないように注意してください。ここ真ん中あたりからバリッとこう破れる、ようにもなってます。あ、破ったらよかったな。そして、これ、見てください。これが今開けたばっかりのカニューラです。ね、弾力性があるでしょ？うん。これがもう使い切ってるカニューラです。全然違うでしょ？もう硬そうでしょ、こっち。だから、もう顔に馴染まないっていう状態、こう、ほら、まっすぐしてももう全然伸びきらない。こんな状態です。もう、なんか、くねくねなって。で、こちらは、もう、なんか弾力性があるっていう状態ですね。できたら、こういった、ことを気をつけて、使っていただければいいかなと思っております。それと、使い時にはですね、こちら見ていただいて、こうか。カニューラ、こういった形で、まず先端をですね、切っていただきます。ちょっと、この、わかりますか？斜めに切ってるっていう。というのは、ここの穴にですね、入れるときに、ちょっと斜め具合の方が、はめやすいので、私は斜めに切ってます。
それで、これをちょっと斜めですね。あんまり斜めしすぎると、これぐらいですかね。見えますか？うん。こういう斜めに切りまして、そして、ここに穴が開いてるでしょ。ここの穴というか、これ蓋なんです。こう、線をする蓋なんですけれども、これを、ここの穴に、こう、差し込むわけです。ただ差し込んでおきますと、これでいいんですけれども、ここの穴がですね、ここに穴があるんです、もう一つ。ここが塞がってしまうと、水素が上がらなくなるので、これは常にこう、吸うときには、穴を開けておかなければいけません。ただ、このままやってますと、いつの間にやら、この蓋がちょこんとこう、なんとなく閉まってしまうことがあるんです。これも自動で、特にこう、振動とかですね、車の運転をしてたら、ここがプトンと閉まってて、水素が上がってこないっていう、まあ、吸えないっていう状態になっておりますんで、私は、それを防ぐために、必ずですね、ここに通してですね、通して、ここのとこに、差し込んでおります。そうするとね、もう絶対にこの穴が閉まることはないです。ね。ですから、これが非常に私、今まで、経験というか、自分なりに、これがいいんじゃないかなと思いまして、穴に通すという形で、やってください。皆さんもですね。そして、出来上がりましたら、もう普通に、これを吸うだけです。で、この時もですね、わかりますかね。この、あ、こうか、こう、こうだね。下に向いてるでしょ。カーブが下に向いてる、こう、ね。下に向いてる、のを、だから、下に向いてるのを下にして、だから、ここの、これ。これが、こう、下に、こう、下にね、つくようにしてください。んでですね、これを顎の止めですので、これをちょっと下ろしてですね、下ろしていただいて、で、耳にかけます。で、これを、これ、止めを、ちょっと引っ張っていただくと、こうね、非常に、水素が入ってきます。ね、全然違います。ですから、これも全然違うでしょ。まっすぐなんですよ。ね。わかります？これね。ね、違うでしょ。ちょっと、こっちやってみましょうか。ちょっと変えますね。もう、これを、鼻に入れて。こういう形で。あ、画像ではちょっとわかりにくいかな。めっちゃ硬いんですよ、ここが。もう、本当に、新品とは全然違う硬さになるんで、もうこうなってくるとですね、変えてください。1100円で変えれますんで、どうぞですね、カニューラは、あまり古いものを使いすぎると、ちょっと若干効果も薄れてくる可能性がありますので、6ヶ月に一度ぐらいですね、変える予定で、やってください。それとですね、あと、対処方法として注意すべきところがですね、このホースのところにですね、水泡が入って、空気が来ない場合があります。水素をこう運べない場合がありますんで、そういう場合は、こう抜いてですね、シュッシュッシュッとこう水滴を、この中の水滴を取ってやるか、または、ここからですね、この
鼻のところからですね、吹いてやるか、またはこちらからふーっと吹いて、ここから水を出してやるか、まあその水滴のこの折る位置によって変えてください。こっちから吹くのか、こちらから吹くのか変えていただいたらいいと思うんですけれども、まあご自身のですからね、まあそう汚くないと思いますので、やってみてください。まあそんな形で、カニューラ一つもですね、これ水素用のカニューラを使わなければ効果が半減しますので、それだけは注意してください。Amazon とかいろんなところでですね、こういったカニューラ売ってるかもしれませんが、水素の抜けない、水素が抜けにくいというかね、カニューラを使うというのが非常にポイントになってきますので、そこだけはご注意ください。それでは、水素生活でですね、こういった本もあります。水素を吸えば脳が変わるということで、本当にね、水素を吸いながらですね、元気に、これから過ごしていきましょう。それではさよなら。